皆さんおはようございます。メッセンジャーの北優です。今日のテーマはね、神はいるのか、ね、神様ってどこにいるんでしょうかってね。 本当見えないですよね、神様ってね。ですからみんな信じがたいっていうかね、人間ってどうしてもこう自分の目で見ないとね、信用できないから困るんだ、これね。まあ神様っていうかね、私は神イコール宇宙の心ということでね、表現しているんですけども、まあ神様はね、この一人だとやっぱりね寂しいんです、これね。皆さんもそうだと思うんですけども、やっぱり友達は欲しいしね、そのために、この宇宙の神様イコール、宇宙の心がね、この宇宙を作ったんです、これね。まあこの自分というのはね、なんていうかね、自ら分けたというか、神様が分けたためにね、私たちは自分って言ってると思うんです。で、私たちはその神様なんですよ、本当にね。私が一番こう伝えたいのはね、その神様イコール宇宙の心が分かるのにはね、この宇宙が膨らんだり縮んだりしてね、永遠に生きてるというこの真実を知るとね、自分もね、神様のように思えてくると思うんです。自分たちも神様ですからね、そのことが分かると本当に、あ、これは神なのか、ね、イコール宇宙の心なのかというのがね、分かってくると思うんでね、ぜひその宇宙の真実をね、見極めてほしいかなと思います。以上です。ありがとうございました。
世界中一つにまとまって地球国を作ろうよ。宇宙は良心あふれる宇宙の心から生まれた。軍隊もないお金もない欲しい社会を作ろうよ。宇宙の心へ。